佐治公平大正6年8月13日は、日本の政治家、藍津地域を代表する、自由民権運動家の一人である。第3代若松市長、衆議院議員、実業家、道の区国王沼郡高田村出身。佐治一族は、高田の旧家で、ガ毛氏の分家、義家氏の子孫で、ガ毛秀行の家臣として仕えていたが、ガ毛家のお家断絶により士官に失敗し、後に、 若松城下より高田村に移り住んだと伝わる。醸造業を営むほか、合図銀行高田派出所や合図高田郵便局が設置され、大事主として高田地域を代表する家の一つとして知られた。父は西佐治家の五代目、郝座江門金霊。6歳から合図藩藩士栃木南の養育を受け、その養子となるが離石する。 南はこの陽道の才能集に引いていることことを、喜び、力を注いで和漢の学すなわち四書五教史跡に至るまで、根節丁寧に教えて訓導を至らざるところがなかった。後日、その天文を発揮し得た基礎はこの時に気づかれたのである。明治二十一年、二十七歳の時、母の成家である本家さじ家に、後取りがいなかったため、本さじ家八代目さじつ左衛門の、 年寄りの娘、大佐と結婚し、養子に入るが、後に分家している。8日の本佐次家も、旧家で代々酒造業を営み、酒の名は、泉川で、屋号は、泉屋と称した。公平の兄にあたる旧代目次左衛門の、年明の子に、合図の近代短歌を確立した先駆的な歌人、佐治と牛、孫婿に星冬、四郎や定人副社長いがら刺などがいる。息子は、 鳥次郎である。公平は若松中学を卒業し、さらに福島市藩学校に学び、小学校教員になる。公平のいとこにあたる二代目、佐治義松、親神の影響を受け、在職中から自由民権運動に共鳴。餅月与三郎、平山城三郎らと民権家として活動した。与え松家は西佐治家の分家で、酒造業、味噌製造業を営み、 酒の名は、太陽と言った。親守は、県会議員に選出され、合図の自由民権運動の指導的立場で、清水や襲撃事件、北方事件等に関わり、その後、関係の逮捕を逃れるために、父、初代佐治与松尾やこれの成果である田島の大竹や、自由党発祥の地とさえ逃れ、その後東京にて、北方事件の様子を同士に報告し、 三島県令の圧政を訴えた。自由党合津支部が設けられた明治15年2月の前月に公平は教職を退き政治運動に没入する。福島県令、三島道常は合津味方道路の建設を推進していたが、労働力の提供と資金の負担を迫られた住民の反発は強かった。公平はこの三方道路建設反対運動の中心となって、 活動した。親守ると共に、不正工事廃止の訴訟を宮城公訴院に提出し、県令を相手に裁判を起こすことを格索していたが、この計画も関係に見つかり失敗に終わる。この一連の事件においての捕獲人名簿には、公平は国事判教と収集教左者と記されてあり、首謀者として扱われており、宇田誠一、原平蔵夫等と共に逮捕される。 その二日後、民権運動派は、釈放を求めて、警察署に押しかけ、警察官ともみ合いになり、北方事件が正規する。逮捕者は二千名を超え、その中には、河野広中もいた。公平は、オールマ軍の巨海強作扇動者として起訴され、軽長役六年の判決が下るが、大審院に上告し、明治二十二年無罪を勝ち取った。その後は、 政治家として歩み高田村会議員、大沼全村連合会議員、福島県会議員を歴任。明治21年、県会議員に立候補するが、立候補した理由の一つは最も信頼していた、県会議員だった佐治吉松親守が、明治24年4月、45歳で他界したことである。政治の死でもあった親神の意志を継いで、 彼が果たし得なかった民権の理想を実現せんと決心し、形成催眠を己の任とした。明治20年には、会津協会を設立し、会津地域の発展に努める。若松、高田間の直線の道路を開設し、阿賀川に高田橋を加強し、社会資本の整備に力を注いだ。会津中学校設立の運動が起こると、明治23年。 合津中学校設立上任委員に選ばれ学校の開設に尽力した。この合津中学校が現在の福島県立合津高等学校である。明治30年、農耕銀行設立委員に任じられ、福島県農耕銀行の設立に尽力し、翌年には同校の監査役となり、明治34年までその職にあって、同校創立期の基礎を築いた。 岩越鉄道会社の設立に関わり、明治30年5月、同志と共に岩越鉄道株式会社を設立してその取締役となった。氷山から新津までの線路敷設の免許状を取り、明治31年7月より工事を始めて、明治37年1月に北方まで開通した。明治十一年、野岩和線建設の請願書を衆議院に提出し、 米沢から合図を経て、東京に至る鉄道の整備に尽力した。明治27年、第4回衆議院議員総選挙に、福島県第4区から出馬市衆議院議員に当選。以後、第7回総選挙を除いて、第10回総選挙まで6回の当選を果たした。明治36年11月、平民階級出身として初めて、若松市長に就任した。 藍津高等女学校、藍津工業開校などの功績を残した。兵園設置において、郡山、福島と猛烈な競争運動をしたが、柴士郎と協力し、声優会の応援も得られたことで、不評第65連隊の誘致に成功した。明治39年日露戦争の後、政府は公平の功に称し、訓四等旭実賞受賞を授けた。 政治家としての公平は、明治、大正の間、立憲政友会の領収として、一位党の近代化と統制の拡張を図った。当時の衆議院議長にして文章にも就任した、長谷は住高とは特に信仰があった。明治42年、同志を東山温泉新滝に招き、合図における有志多数集会して、大いに統制の拡張に死した。公平は、 平素巨神単会に人に接したので交際も広く、交友も多かった。特に親しかった交友は、先の長瀬場住高、河野博中、藍沢姉賢、草加義夫、八田総吉等であった。大正6年8月13日、病気のために55歳で亡くなり、高田の報道時に葬られた。公平死後十5年の昭和7年、公平の遺徳をしのぶ人たちにより、 若松高田街道の起点の地である高田下町の小田神社境内に聖徳碑が建てられた。その石踏みには体育は愛称であったが巨岩は人を追い、豪埋活達にして託式態度があり、平勢好んで死を断じ設備のかかるところ行き林前生類共に下りダフをしてたたしめる害があった。最接に工程することなく人と交わって寛容、射脱、 一見窮地のようであったから交友は大いに広がった。製品に休んじ季節をもって終始一貫、形成催眠の政治的信念に順じたく高潔なる人格者であると歌われており、私欲がなく気概があって、一生世のため人のために尽くされた、穢れなく潔い人だったようである。藍津高田町市では第四代としている。藍津藩市、持月弁次郎の長男。 民権運動により、教員を罷免された後同志社大学を卒業。後朝鮮で貿易に従事。後県議、高田長女役。1941年日本官業銀行に合併された。合津高田南佐治家の刑府97ページ。合津高田南佐治家の刑府94ページ。ありがとうございます。